要はその、本当は面白いんだけど、分かりづらくて面白さが伝わらない漫画ってあるんですよ。あの、諸星大二郎さん、あの、そう、天描画みたいなあの漫画を描く人がいて、で、内容はね、すごい面白いんだけどね、絵がね、見づらいのと、ストーリーも入り組んでるんで、わけわかんないんですよ。で、まあ、人によっては、徐々わかんないって人いますよね。 っていうのがあってなのでそのあの面白さというのはもうその人その作者自身のその持ってるポテンシャルで決まるんですけどただ分かりやすさというのは技術で変えられるよねみたいなことを鳥島さんって言う人なんですよ何の話し,してたんだっけあそう諸星大二郎大人になって初めて分かりやすさがあ面白さが分かったそう,そういう感じの人です何の話したんだっけ <laughs> いやなのであの興味がある人はその堀井雄二郎さん堀祐二さんと鳥島さんの東京 FM の話を読んでくださいでね上昇